シリーズ累計5000万本を販売したドラゴンクエスト。そして来週最新作が発売されるファイナルファンタジー。こうした人気ゲームを制作するのがスクウェア・エニックスです。これまでこの2大タイトルを軸に販売戦略を練ることで安定した収益を確保してきました。しかしその戦略にも変化が。ちゃんとしたタイトルがいつ出るかってことでかなり依存するのは事実なんです。それだけだと会社経営になりませんので、我々のタイトルではないんですけれども、日本でコールオブデューティーモダンウォーフェア2、世界最高峰のタイトルだと思いますけど、こういったところにも力を入れていくつもりです。今日のザ・トップラインはスクウェア・エニックスの和田洋一社長が登場。脱自前主義の先にある新しい成長戦略を聞きます。トップライン、今回はスクウェア・エニックスホールディングスの和田洋一社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、スクウェア・エニックスといえばドラクエ、ファイナルファンタジーとありますけれども、まあ、今回も最新作持ってきていただきましたが。そうですね、ファイナルファンタジーやドラゴンクエストという、ゲームだけではなくて、漫画アニメ、広くエンタメコンテンツ全般を扱っている会社です。まあ、ホールディングスということで本当に幅広くいろいろやってらっしゃる、はい、コンテンツのラインも非常に広くなってますし、それから傘下に台東アイドスといった会社を、経営するためにホールディングスの体裁を取ってます。はい、それではここで売上業績見ていきたいんですけれども、まあ、この不況の中増収増益予想なんですよね、はい、しかも売上は過去最高の予想となってますね。そうですね、そもそも、まあ、これぐらいちゃんと出さなきゃいけない会社なんですけれども、はい、ちょっと去年ごめんなさいっていう状態なんです。ただ、それだけではなくて、アイドスを傘下に収めたということでかなり世界的な層の厚さというのは出てきてるんじゃないかと思ってます。やはりでも、ここで落ち込んでしまったりと、そのタイトルとやはり連動している部分があるんですか、売り上げ。ある程度ございますね、大きなタイトルが出るときと出ないときとあります、ですからいかに毎年毎年大きなタイトルが出るようにするかということで、開発スタジオを幅広く持つ必要が出てきてます。ちょっとこちらを3大タイトルの発売時期というものを見ていきますと、今までは、毎年そのドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーって同じ年に出たことがなかったんですよね。それが今年同時発売と。そうですね、はい。で、これによって影響を避けるための努力を言うとそういうわけではないんですけれども、例えばアイドスっていうのもワールドワイドで200万本から400万本級タイトルっていくつか持ってるんですね、つまりこのクラスがいくつかあるんです。そうなんですね。それが傘下に入ったっていうことと、それから海外の有力なデベロッパーに対する発注というのも始めてますんで、こういった3つの代表的なタイトル以外にいかに代表的なタイトルをこう増やしていくかと、ここでご紹介されるのが5個とか10個にならなきゃいけないということなんだと思ってます。パワーアップを図るといったところでしょうか。そうですね、はい、それではその新たな試み VTR にまとめました。先月上旬のニューヨーク、あるゲームソフトの発売を控え長蛇の列ができました。Yes, it was. Waiting for 7 hours. I'm about to go home, break night, give my girlfriend and kids good night. Just keep playing until tomorrow morning. アメリカのアクティビジョン社が作ったコールオブデューティ。欧米を中心に1400万本を売り上げたシューティングゲームの続編です。このゲーム、スクウェア・エニックスの新たなソフト戦略を象徴しています。海外メーカーが作った人気タイトルの販売権を買い、国内で発売しようというものです。日本のゲーム会社が圧倒的に強かったんですよね。圧倒的に強かったです。だからあんまり外を見る必要がなかったかもしれません。2005年以降は欧米で優れたデベロッパーがいっぱい出ましたよね。その時にちょっと日本っていうのは輸入に関して遅れを取ったっていうことじゃないでしょうか。そして今週の木曜日、日本での販売が始まります。世界でも歴代もナンバーワンの売り上げ誇っていますので、注目度としてはかなり高いですね。
9月の東京ゲームショーではドラクエ、ファイナルファンタジーと並んで人気を集めました。いまだに日本のお客さんには妖芸というレッテルを思ってる人がいますね。ものすごく差別的な目で見てます。で、一回やってみてほしいんですね。一回プレイしていただければそのレッテルが間違ってるってことが分かると思います。だから我々が非常に丁寧にですね、手をかけてメジャータイトルとして売っていくっていうことで。売れるソフトを数多く持つスクウェア・エニックスですが、続編の発売までに数年かかり、どうしても谷間、売り上げが落ち込む時期ができてしまいます。そこで海外人気ゲームの販売権を買い、国内で売れば開発費用もかからず安定した収益を得られるといいます。さらに自社の弱いジャンルを補うことができ、商品の幅も広がるといいます。日本のタイトルの方が欧米のタイトルよりも売れるっていうこと自体は本当は変なんです。ゲームの力に従って売れ本数が変わるはずですから、欧米で千数百万本売れてるものが日本で例えば数万本しか売れないというのは、これはやっぱりないと思います。